今日はピリ辛やみつききゅうりを作っていくぜ。夏野菜っつったらきゅうりだろなあみんな。今日作る料理は大人から子供まで最高に美味しくいただける料理だ。よかったらぜひ真似してみてくれ。まずは割り箸で栄光の駆け足を作ってきゅうりを蛇腹に切っていくぜ。ブルン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 。蛇腹に切ることで味がしっかり染みついて最高にうまいきゅうりが完成するぜ。だしは醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、生姜、ニンニク、豆板醤、マジマジしていくぜ。そこに輪切り唐辛子を加えてきゅうりを加えて仕上げにごまを振りかければ完成だ。一晩冷蔵庫で寝かして味をしっかり染み込ませると最高にうまいぜ。じゃあな。